33号では動輪を動かす働きをするロッドを組み立てます。今回付属するパーツです。車体本体の動輪に取り付けていきます。組み立てガイドの表紙の写真と色が違いますが、このパーツになります。最初ロッドをつける前に前後の動輪の向きを合わせておきます。左側の前後の動輪は前方向にクランクピンが水平になるように合わせます。そうすると右側の動輪のクランクピンは前後とも真下に向くようになりますので確認してください。最初に左側から作ります。前後のクランクピンに真鍮のワッシャーを入れます。そうしたら前の方のクランクピンには細く長い方のスペーサー A を、後輪のクランクピンには段のある太いスペーサー B を、細くなっている方を外側にしてはめます。次に短い方のメインロッドを先端の四角い部分が大きい方を前に、突起のある方が上になるようにして前輪のクランクピンにはめます。裏表や上下を間違えないように組み立てガイドをよく見て確認してください。そうしたら次に長い方のカップリングロッドを前輪、後輪のクランクピンにはめ込んでください。先端の四角い部分が厚く出っ張っていて、大きな穴の方を手前にして裏表を間違えないように取り付けてください。ロッドの両端をマイナスのネジを差し込み、ドライバーで締め付ければ完成です。ネジが大きく緩みやすい部分なので、サイズの合うマイナスドライバーでしっかり固定してください。右側も同じ要領でクランクピンにワッシャーをはめ、スペーサーを入れてカップリングロッドを差し込み、マイナスネジで固定します。
左右の動輪にカップリングロッドがつきました。これで33号の作業は終了です。最後に左右両輪のクランクピンの向きをもう一度確認しておきましょう。また前のメインロッドが固定されていませんので取り扱いに注意してください。